いつも、僕らも近い距離で、一緒にライブを作らせてもらっています。今回台北校の皆さんと一緒に踊ることによって、将来台北校から、未来のスターといいますか EXILE トライブになるような子が、生まれたらいいなという思いをしっかり持って、今回は同じステージで踊らせていただきたいと思いますので、ぜひ、そこにも注目してもらえたら嬉しいです。那因为我们一直以来跟 EXPG 的连结都非常的深切，尤其是我们一直以来 EXPG 就是一个提供给孩子们有梦想的一个地方。那包含我们的 EXILE Tribe 跟我们 EXILE 的 Member， 就是里面有很多人几乎都是从我们 EXPG 选出来的，所以是从小就我们就一直培训的这些孩子。那这次很开心在台北。有机会让台北校的学生也可以上台，我们也很希望之后有机会，就是这些孩子们可以成为我们公司的一员，这样子。对，因为呢，这些台北校的成员也一直在等待你们可以来台湾表演，这样就有机会可以同台，所以他们这次都非常的高兴。嗯，今回も生徒たちもすごい皆さんが来て一緒にステージで踊ることは一緒にすごい楽しみにしてたので、最高でな思い出になると思います。是好，那在这个 LDH 的爱梦月啊，社长就是 Akira 桑、夏秋桑，好，对，就要请你分享一下之后呢，对于在台湾未来有什么样的计划，还有你自己有一些期待吗？Akira 桑がこの前LDH 爱梦月台湾のその社長に就任したことで、何か今後の展開とかプランがあれば教えてください。はい。そうですね、もともと LDH の歴史は20年以上ありますけれども、グローバル展開していこうとしたときに、まあ、コロナ禍になってしまって、とても悔しい思いをいろいろしてたので、満を持してグローバル展開していこうというところで、まずは台湾にもですね、拠点ができました。那其实我们成军20年以上，那一直都很希望可以跨足到亚洲甚至全世界。那直到其实刚好在2018-2019左右，我们其实已经有很多的计划准备要进行，可是很不巧的就遇到了疫情。那经过这三年的沉寂，我们终于有机会可以正式在台湾开了一间，就是跟我们日本一样规模，就是全方位的一个公司。これまで以上に EXILE TRIBE の各グループがですね、こう台湾に足を運んでファンの皆さんとコミュニケーションを取れるような機会を作っていけたらなと思いますし、将来は台湾現地のオリジナルなアーティストも生まれたら嬉しいなと思っております。希望可以借由这样的公司，然后让更多我们公司的一些其他的团体都可以来到台湾做表演，然后跟台湾的歌迷们有更近距离的接触。当然也很希望我们台湾之后可以有台湾自己的一个团体，我们一样也可以带到其他地方去。その一発目のプロジェクトはこのライブなので、はい、最先スタートを切ってライブにつなげていきたいと思います。那这个公司成立之后的第一个活动就是我们今天明天要举办的这个演唱会，所以希望明年会有更多不一样的活动可以带给大家。好，在这次的演唱。哎，特首，特首。好，因为人数众多这样啊，那这个我们就请他们自己修改しています。哎，じゃ代表で。はい。大家好，我们是 The Jet Boy Bangers。大家好，我是队长田中将。大家好，我是琼千碧。我是主将小飞，请到指教。大家好，我是古道龙。大家好，我是刘龙。大家好，我是乔光。大家好，我是昌福。大家好，我是九强方多。大家好，我是佐藤阳。
我进海决力 point 加油什么什么对对不起对不起加油哎你们有听懂吗もう一回お願いします。はい。我尽全力表演。哦，わかりました。我尽全力表演。全力表演。谢谢。好，接下来呢，这个时间呢，我们要请这个 TJBB 跟这个 XIDO 来拍一个大合照啊、哦。那我们就麻烦工作人员帮我们收一下手麦，然后我们来进行这一张大合照。麻烦工作人员帮我们收一下麦。那可能要在后面一点啊。对，好，我们啊、哦，就全部都要可能后面一点。这样可以吗？好。啊 ，close 一点。对对，要 close。主要是第一排。来，那这个我们请各位先看这里，こちらお願いします。OK， 各位 ，OK。来，慢慢的看，真ん中で。好，看一下左边，看哪边。好，再移动到真ん中で、お願いします。はい、来，我们有一个手势pose があります。はい、はい。センターから。我们南马哥，哎 ，Senta 的，お願いします。みんな日本語上手ですね。はい、こちらで、はい。台湾のファンに手を振ってお願いします。OK。好了吗，大家？OK。那个不好意思，我们刚刚有位团员刚比较晚到。哦，比较晚到，再拍。哎，过来一点，过来一点，自己修改的。哎，大家好，我是黄泽昌。哇。请他可以过来这里吗？对。好，那すみません、もう一回お願いします。はい、我们要从こっちで、こっちから。好，可以了吗？等一下，啊、哦。那不要遮到自己的脸哦。来。OK 吗？好。谢谢。好，那我们就谢谢 TJBB， 谢谢你们，期待明天的演出顺利成功。谢谢，谢谢。すみません、あの実はこの日向はあのはい、EXPG 台北校出身で、で日本でデビューして、わで凱旋の一発目のライブです。おお、
またね、EXPG からデビューするアーティストが生まれるように今回もね、僕らを願ってますので、はい、EXPG の子供たちも出ますんで、はい、一緒に頑張ります。はい、这位佐藤雅伊娜达其实从小是在台北念书，他是在日侨学校念书，然后当时也是我们台北校的学生，那也参加过我们在台北举办的很多活动，那这是他出道以来第一次参加的活动。哇，おめでとうございます。はい、十五個も頑張ってください。很努力，努力发的。好，再次的谢谢 TJBB， 谢谢，期待你明天的演出，谢谢。好，接下来我们拍照是 OK，Thank、okay, you， 豆豆，谢谢。然后我们留给棒棒兄弟 XI 就在舞台这个地方继续拍照。哎，我应该谢谢。我这里，こっちで、こっちから。不要放位置。啊，对对对对对对，かっこいいです。啊，太帅了。好，右の方から。右お願いします。はい、右の方から。はい、お願いします。はい、こちら見てください。ありがとうございます。お願いします。真ん中で。お願いします。センターです。キヤピー。はい、こっち。お願いします。はい、そうです。はい、そうです。OK、行きましょう。可以了吗？ OK， 好的。那接下来，哎，他们为什么视线不太一致？ OK 吗？你们啊，这边吗？好，来来，再给你过去。来，好，这个可以。好。みちゃん、あ、真ん中で、はい、お願いします。はい、お願いします。おはようございます。好、谢谢、谢谢大家。高弘さん、 Happy birthday to you、 Happy birthday to youHappy birthday to you. Surprise! 高木は生日快乐！生日快乐！他没有想到，因为这个是一个的 surprise。我感受啊，我感受啊，なんですか？本当に予想してなかったので、びっくりしました。この、まあ、30代最後の、誕生日に、この台北に来れて、そして明日は、最高のライブにしたいなと思います。今後また、台湾の皆さんに EXILE をこう呼んでいただけるように、そんなこうメモリアルな素敵な一日にしたいなと思いますので、皆さんどうか応援のほどよろしくお願いします。很开心能够在39岁的这个最后，成为40岁前的最后一个生日，能够来到台湾办演唱会。那希望可以明天替大家带来一个最棒的演唱会。お誕生日おめでとうございます。耶、yeah! ！好，那因为他们等一下马上要彩排，我们今天会开放给现场媒体有三个提问。好不好？如果有想要提问的媒体朋友，请针对这次的演唱会跟他们成员来进行提问，这样。那有想提问的请举手。什么过？哎，豆总。この前のその台北金馬映画祭の時に、ジリンさんがインタビューで。
ライブ見に来ますよっていうのを言ったんですけど、それって緊張しますか？緊張しません。いつも目の前で踊ってるんで、はい、ただまあ、 あの家族が来てくれるんで、目の前でいつもクランプっていうダンスをあの披露してるんで、はい、緊張しないと思うんですけども、ちょっと逆に力が入っちゃうかもしれないですけども、でもあの家族がね、台湾にいるので、台湾の台湾現地で台湾の家族に見ていただけるっていうのは本当に僕のね夢の一つでもありましたので、頑張りたいと思います。其实不会紧张啦，因为其实平常在家里就在他面前经常在跳舞，我经常在他面前跳 crump， 所以有可能其实会因为这样跳得更卖力一点。那这次也很开心，我可以在台湾办演唱会，我台湾的家人们也可以来看演唱会，一直是我的梦想，那这次可以实现。嗯，很棒。对啊，因为我们以前不是常常都会希望能够得到志玲姐姐的加油，对不对哈？但她已经有很多了哈。好，来，有谁吗？下一位，你好。嗯。まあ、今日が TAKAHIRO さんの39歳の誕生日ですけど、台湾ですと、9、例えば19、29、39とかってケーキ基本切らない、祝らないっていう風習があって、日本でそういうのってありますか？まあ、9じゃなくて台湾とかありますか？誕生日はないよね。日本の文化にはそういうのはなかったんですけど、今回、まあ、誕生日にこの台北で、メンバーみんなと一緒に過ごせるってこともあって、サプライズでケーキとか出てくるのかなってちょっと期待してたんで、今のね教えていただいたことできっとケーキは出てこないのかなってちょっとがっかりしてます。就是他说因为他这次知道要来台湾，他觉得应该团员们会替他准备所谓的蛋糕要庆祝，可是听你这样一讲，好像他们帮我准备的蛋糕可能就得赶快取消掉了。那因为日本是没有这样子的风俗习惯的，所以其实并没有太介意这一些的。对啊，日本人は大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。好，那时间关系最后一题。追问，好，追问二点，哎，是什么？お願いことがありますか？台湾三つあって、二つ言って一個はここの中に。あ、なるほど、三つのうち二つを言う。いや、まあ何より明日のライブ成功して、また台湾の皆さんに。EXILE そして LDH のエンターテインメントを求めていただけるようなそういうスタートの日にしたいなというのが一つ、もう一つはそうですね、明日ライブ終わりにメンバーでこう打ち上げがあるのかなと思うので、美味しいお酒をいただきたいなっていうのが二つ目です。はい、有两个愿望可以说出来。那第一个愿望就是希望我们明天的演唱会很成功，然后希望大家还会再期待我们下次再来办演唱会。那第二个愿望是，如果明天结束后有庆功宴的话，希望在那边喝到好喝的酒。那酒很好啊，对，日本酒，台湾酒。台湾的。啊，高粱，高粱。前回台湾的美味しいウイスキーをアキラさんにいただいたりとかして、すごくそこから台湾のウイスキーの魅力にハマったので、まあ明日もまあ誕生日の次の日なんで準備していただけるのかなと、やんわりと期待します。ジョニー・ウォーカーを用意します。对，因为上次阿卡有准备很好喝的台湾 whisky 给团员们嘛，那他喝了之后，从此之后就爱上台湾的 whisky， 那希望明天也有机会喝到。但因为很巧的是，我们姐夫其实刚代言的 Johnny Walker， 所以可能我们会准备比较多的 Johnny Walker， 不会有台湾的 whisky。好，请大家多多喝那个 Johnny Walker。这就是那个 Akira 上代言的这样子。好，那最后一题了，好不好？有吗？来。
まあ、この前 の台湾にパフォーマンスした時に来た時にできれば来年台湾でライブできたらいいなっていうのを多分言ってたと思うんです。それが今回実現できたっていうことなんですけど、例えばまた来年の願いって何か一個もしあれば、来年で実現できそうな、これができればいいなっていうのがあれば教えてください。はい、そうですね。先ほども言ったように僕たちだけでなく本当にたくさんの、ね、仲間たちがいますので、そういうメンバーたちグループたちを台湾の方々にも知ってもらえるように、いっぱいのグループを連れてこれるような架け橋になりたいなと思いますし、あとは台湾現地にも本当に何年もずっと LDH を応援してくださってる皆さんもいますので、ファンミーティングとかそういったイベントもいろいろとできるような機会を作っていけたらと思ってます。那明年就是很希望可以把我们公司其他更多的团体都在台湾跟大家见面。那像一直以来都有台湾很多的粉丝默默支持着我们公司的不管是我们也好或其他的团体，那很希望可以提供这样子近距离接触的机会给大家。好，那以上就是今天的记者会，接下来他们要进行彩排，记住明天的演唱会是下午6点开始啊。好，谢谢 EXILE 浪浪兄弟，谢谢豆豆，谢谢Akira さん、Takahiro さん、Kenji さん、Tetsuya さん、Naismi さん跟 Shokichi さん、谢谢。好，那今天记者会在这个地方。